敵だよ。展開さん、どうしよう。大丈夫ですよ、キンゴさん。私、展開がついています。私はここですよ。あれ、天海様、どこにいるの？キンゴさんとはぐれ。2、3回なら持たれても我慢するからさ、それで帰ってよ。土下座すれば帰ってくれる？ダメ。皆がキンゴさんを傷つける。人気者ですね。怖い人たちばっかりだよ。助けて。食すなどおやめくだされ。時間稼ぎになれば立派じゃないかな。ようやった。報酬も思いのままじゃ。驚きじゃろ。皆さん、あまり主を困らせてはなりませんよ。俺が風になる。たまには格好をつけさせろ。帰ったら絵に切り替えとこ。僕に尋ねたって発見するわけないよ。あの人が来てもいないって言ってよね。なんだあれは。な、鍋か。木彫りのおもちゃを得て喜ぶ、そんな心境です。皆さんに罰など与えたくないというのに。私を助けてください。いい、僕と本陣と僕を守ってね。どうしたものか。俺の必殺技、行きやすね。
けたことがねえよ。すげえ、名勝負を拝んじまった。さんは皆さんにお任せすればいいのですよ。風が通れば風魔も通れるのじゃよ。金さん、邪魔するなんてひどいよ。鍋時間が唯一の楽しみなのに。やられてばかりじゃないからね。鉄砲も嫌い。鍋は好き。弓も嫌い。無敵一番。世の中を動かすなんて僕には無理だよ。この戦が済んだら筑前に帰るんだ。次はお土産よろしくね。食べ物がいいな。一世一代の英断でしたよ、金吾さん。ここまでです。二度死ぬのも悪くはありませんが、私にはまだやり残したことがあります。